第一次、ドネツク空港の戦いとは、2014年5月26日から27日にかけて、ドネツク州のドネツク国際空港で発生した、分離独立武装勢力のドネツク人民共和国と、ウクライナとの戦いである。これは2014年ウクライナ騒乱後に勃発した、ドンバス戦争の戦いの一つである。新ロシア派のドネツク人民共和国軍に占領された、 同空港をウクライナ軍が奪還したが、同年9月28日には、第二次ドネツク空港の戦いが発生した。ウクライナ政府は2014年4月上旬から、ドネツク州で、親ロシア派武装勢力に対するタイトルを作戦を開始した。ドネツク人民共和国に所属する親ロシア派の抗議活動参加者や反乱軍は、ドネツク州内の多数の政府庁舎や町、 領土を攻略、占領した。ドネツク市でも政府庁舎の多くが親ロシア派の支配下にあったが、ドネツク国際空港にはその支配が及んでいなかった。5月26日の朝、親ロシア派はドネツク国際空港のターミナルビルを占拠し、その地域からのウクライナ軍の撤退を要求、空港への道路を閉鎖した。これに対し、 ウクライナ国家親衛隊は親ロシア派に即時降伏するように最終通告を出したが親ロシア派は降伏を拒否したため空爆による支援を受けながらウクライナ空中機動軍空挺部隊がドネツク国際空港への攻撃を開始した。また攻撃ヘリコプターが親ロシア派の対空砲を攻撃するのに用いられた。親ロシア派の増援のトラックが 空港に向かっているのが確認された。夕方には政府軍は親ロシア派を排除したが、親ロシア派も政府軍への反撃を開始した。夜間に放火が散発的に見られたため、政府軍が空港を完全に占領していたか定かではなかった。翌日、ウクライナの首脳と親ロシア派の指導者は、ウクライナ軍が空港を完全に占領していることを確認したが、 午前中には、機関銃の銃声を空港に通ずる幹線道路でまだ、聞くことができた。親ロシア派は空港への道路にバリケードを設置した。ドネツク市長のアレクサンドル・ルキアンチェンコは、すべての住民に家に泊まる様子よう強く求めた。戦闘の間、KHL のアイスホッケーチーム、HC ドンバスの本拠地であるドラズバーリーナは、親ロシア派に攻撃され、略奪されて、 監視装置を破壊され、放火された。戦闘後の数日間に、ウクライナ政府への怒りが、地元住民の一部では湧き上がった。ある居住者によれば、もし政府の軍事作戦が続くのならば、多くの人々が、親ロシア派に加わろうと考えていたという。5月29日に少なくとも一人の親ロシア派が、銃撃戦で殺害され、散発的な戦闘も続いた。 5月31日には、親ロシア派6人が、空港の戦闘のあった場所で戦友の遺体を回収しようとした後に死亡した。ドネツク市長のアレクサンドル・ルキアンチェンコは、戦闘による死者は40人で、民間人2人だけでなくほぼ全員が、親ロシア派戦闘員であると述べた。死の身元不明遺体の工事書によれば、死者は親ロシア派戦闘員33人と民間人2人だという。 親ロシア派43人が負傷した。ドネツクの指導者、アレクサンドル・ボロダイとデニス・プルシリンは死者数を100人でそのうち半分は親、ロシア派戦闘員、残りの半分は民間人であるとした。この数字はウクライナ政府とロシアをドンバスに介入させようとするために水増しされたと考えられていた。ウクライナ当局は死傷者数を公開しなかった。 報道によれば15から35人の親、ロシア派戦闘員が負傷兵を乗せた2台のトラックが空港から離れる際に空爆か待ち伏せによって死亡した。34人の死亡した戦闘員はロシア国民であり、ドネツクの反乱軍は遺体がロシアに返還されたと主張した。後に遺体はロシア人であるという事実を隠すために密かに返還され、最終的に ロシアのロストフなどの遺体安置所に到着したことが明らかになった。親ロシア派の死者の中には、ロシア空挺軍第45連隊特殊部隊の元兵士、アフガニスタン紛争の退役軍人、そしてドニプロペトローシク出身で世界キックボクシングチャンピオンのニコライ・レオノフがいた。チェチェン大統領のラムザン・カディロフに忠誠を誓った部隊が、 親ロシア派と共に戦うためにドネツクに来たことが、初めは主張され、後に事実だと確認された。カディロフはドネツクに部隊を送ったことを否定したが、あるチェチェンの戦闘員はカディロフが部隊にウクライナへ行く命令を出したと主張した。ありがとうございます。